噂で送り人2が始まったらしいぞって噂になって本当に違うのになと思ってでもさ、でこちらに昨日来てあのテレビ見てたらこの綾山明元の CM がね、テレビ CM が流れててで、右上の方に送り人以来の奇跡かもって書いてあるんですよぜひその奇跡が起きたらいいなと思って牧本さんは、このみんなが割と人と協調性を持って合理的に生きていくような時代の中で協調性が持てなくて合理的に生きられなくてなんか本人のマイペースのまままっすぐ生きているような方ですが自分自身がこう胸が熱くなったことに対してあの愛情を持って人に心を配りながら動いているからこそのなんかものすごいピュアさがあの見られるような映画だと思います。山形は人口に対してスクリーン数が日本一ですよね。つまり映画の県だと信じております。ですので皆さんのお力で30日以降の全国公開を後押ししてください。ありがとうございました。実況は山形に向かって頑張ってください。ありがとうございました。アイアム丸山安倍さんを通して見てくださるお客様にあの感じていただければと。